それではただいまより大和ハウスプロ野球 OB フェスタ in 福島の開会式を始めます。大和ハウスプロ野球 OB フェスタ in 福島にご参加いただきありがとうございます。プロ野球 OB 会の皆さん、それから亀岡復興副大臣、そして大和ハウスの皆さんの格別なお計らいのもとで、開催することができました。心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。今日はこの素晴らしい天気の中で、プロ野球 OB フェスタ、皆さんにしっかりと OB の皆さんが野球を一緒に楽しんでくれます。ぜひ、皆さんあまり知らない人がいるかもしれませんけれども、皆さんのお父さんお母さんはみんな知ってる名選手ばっかりです。それでは皆様よろしくお願いいたします。プロ野球選手が来ると、今日はきっちりと基本を学んで帰りましょうと言います。簡単に基本基本と言いますけど、その基本が何であるか。野球は勝率、防御率、出塁率、打率、すべて確率、アベレージを高めるスポーツです。こう身をかわして前に音を拾って投げたらアウトにする確率が高まってくるのか、顔に当たって大怪我をするのか。で、野球は投げる、打つ、取る、すべて技術を使います。そのバランスを、野球の技術のどこを重点に取り入れるかというと、覚えて帰ってくれよ。そうよ、手の甲が上ね、上よ。その時にトップの時に手がこういうふうに上向いてたらダメだよ。はい、ここね、この位置ね。はい、これをちゃんと覚えててよ。あれ、ほら、今は今もうダメか、心臓守られてない。出したってちゃんと守ってます。今の守りが早いわ。今こう行く前、こう行く前にもうここでこうなってる。はい、うん、そうだよね。大河君でも今こうやって投げてる。それなぜか、これグラブね、使ってないの。こうやって全部こうして、先行していくの。ここからお尻から先行していく。上げてごらん。はい、お尻。そう。はい、やってみよう。おお、それでいいのよ。これね、はい。リラックスして上げて切り返すね。おお、下。あ、虫ね。この甲をなるべく相手に見せながら。このコーンね、この相手に見せる。そう投げづらい、大丈夫。どうしてもボールが来たってこう避けちゃう人いるよね。来た、危ないって。そうすると取れなくなっちゃう。ボールは最後まで見るよ。グローブの中入るまで見とく。こうしたらグローブ入らんから、ボールが来てしても前になんだったら、手のひらが上に向いとく、手のひらが上に向いとくっていう形じゃない。手のひらが下向かない。できるだけ手のひら上。もしこう走っていって、まあ、追いつかないときは手のひらがこう下が、あの甲が下に来て、手のひら。オッケー、いいね。手のひらでこう受けてやる、ボールを受けてやるっていうようなイメージですね。ちょっと横になる。行こう。はい。形きっちりやな、最初から。全部ハードに。出てくれないか。よし、出した。もう少しやまない。わあ。おお、いいじゃん。確かに。下にこう。こうやる。そう。これをこう。下へ。できるだけ。
こっからこう落とす。はい、いいじゃないですか。あ、すべてそうなった瞬間になってる。つけといて、さっきのリズム的には、リズム的には。自分の先に離しちゃダメ。離したら、自分が動き出したら離す。前に動き出したら離す。キャッチャーって、例えばセカンドスローな。ピッチャーが来たボールを、セカンドに返すときって、こっちにステップするよな。でも、内野手ってボールを追いかけながら、いろんな角度変わるんやけど、特に、ショートがセカンドベース寄りのボール取ったときに、やっぱこっちに流れやすいんや。な、でも、普段から投げる方向に、ちゃんと軸足を出す。こうやって構えて、ちょっとお尻を。あ、バッターだ。で、こっちは見て、1、2ので見る。バッターいいな。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、
じゃあそのままね、足はそのままで。はい。パワーする。傘がここに。で、よし。はい、行こう。ボール打つ。よっしゃー、ナイス、バッチ。当たる当たる。手逆だな。そうそうそう。行け。じゃあまたスタート。もっとユッドスポーツ選手の体を作るためにも自分の体の中で作れないものがあって、それを必ず食事から取らないといけない。それが5種類あるんですね。ストライク。野球教室の皆様にご連絡いたします。おお、ファンタスティック、最後ラスト。おお、聖光学園か。学校石川か、千葉商業か。最後は。よし、全体的に上がるから、全部こう手足も伸ばすイメージ。もう一個、伸ばすイメージ。最後。伸ばせ！おお、伸ばせ！名前は？サラちゃん。サラかわいい。おい！かわいい割には。はいごう。おいサラ、はいごう。はい、君たちはね、これからの日本を支えていく、未来があるみんなだからね。だからしっかり勉強と野球を両立して、そして素晴らしい人間になって、ね、この日本を支えていってください。まあ、もうすぐオリンピックもあるし、いろんなスポーツを理解することによって僕は野球が上手くなると思ってます、ね、だからしっかり頑張ってください。いいですか。はい、以上で終わります。選手の皆様、 OB の皆様、お疲れ様でした。それではご移動ください。ありがとうございました。